2層って建てられてどのくらい経ってるのかな。
1号がない。なんちゃって。というわけで答えはそろそろ学校に。でんちゃんは君か、話は聞いてるよ。じゃあ、控室へ行こうか。契約に軽く目を通してもらって、必要書類に記入してくれればいいよ。あ、履歴書は後回しでいい。なに、簡単な仕事だしすぐ慣れるさ。シフトの決定とか仕事の段取りとか詳しいことは夕方に。バイトの出入りには裏口を使ってくれ。
じゃあ6時に待ってよ。いやー、しかし、今日も暑いな。暑いといえば、この前、宇宙人になってしまった。浜辺で寝転んでたら、砂の中からぬるっとタモリが出てきてさ、タモリのサングラスが宇宙メガネになってんので、俺がその宇宙メガネどうしたんですかって聞いたら、ぷいぷい星人をもらったって言う。だから俺はぜひぷいぷい星人に会わせてくれって頼んだんだ。そしたら宇宙メガネのレンズのところがパカッと観音開きになって、中からクイクイ星人が出てきた。なんだ、
朝の10時から夕方の4時くらいまでかな。ああ、そうらしいな。気がついたら病院のベッドに寝てて、医者も同じことを言って。でも、タモルが出てきたところまでは、きっと現実だと。ところでケン、今日は何しに来たんだ。ひょっとしてお前も授業受けに来た。夏期講習の授業だよ。ああ、言ったけど。出てるよ、悪いか。ずっ
っと黙ってこうと思ったんだけど、まっバレちまっちゃしょうがねえよな。密かに勉強して2学期が始まるまでに剣を追い抜こうと思った。興味はない、相変わらず。でもそんなのんきなことを言っていられたのはサッカーをやってた時までだ。もう俺たち引退しちまったんだからさ、毎日プラプラしててもしょうがないだろ。いや、剣は別にそれでもいいかもしれない。お前には蛍ちゃん、暇を持て余すなんてこともないだろうさ。だけど俺は一人になる。部活が終わってからというもの、本当に大切でないぜ。このままじゃ本当にクイクイ星に連れて行かれちゃうかもしれないって思ったわけよ。半分暇つぶしみたいなもんだけどな。そうだ、剣も受けてみればいいじゃん。書き講師、ホタルちゃんのパターン、遊べる時間が少なくなるって。じゃあ何、まさかこの後に及んで大学なんて行くつもりはないとか言い出さないよな。とにかく一度試しに適当な授業を受けてみたらどうだ。普段の授業と違って生徒も少ないから質問とかしやすいし、それに何と言ってもただだからだ。大丈夫だよ、俺だって昨日から出始めたんだぜ。うん、教師ってやつはだな、なんだかんだ言っても一人でも多くの生徒に授業を聞いてもらいたいと思ってるものなんだよ。だから知らないやつが飛び入り参加しても、歓迎することはあっても追い出されることはまずないと考えている。まあとりあえずこれ渡して。夏講習の時間になる。この中から自分の好きな授業を選んで受けようかな。それじゃあ俺ちょっと飯食ってくる。ああ、剣も行くか。あ、そういうことな。ホタルちゃんに会いに来たんだ。
しいね。俺も一度でいいから、なんか知らないけど呼び出されちゃったりしてみたいもんだ。